こんにちは、速稼塾の久保です。今回ね、お亡くなりになった若い女の子の話なんですけども、皆さんもご存知だと思います。確か何日か前、12月1日ですか、1日から行方不明になっていたとされる中学2年生のね、女の子なんですけども、この度、冷たい形で見つかったそうなんですよ。で、私もちょっと気になっていたのはね、家出とかね、いわゆる性犯罪とか何かに巻き込まれたのかなと、事件とか事故なのかなっていうことをやっぱり思うじゃないですか。まあでもその中でもね、まだ分かんないですけども、自らね、ちょっと命を絶たれたみたいなことを記事で読みまして、本当にね、若い方が自分の人生とか未来に希望を見出せなくて、なんか死にたくなってしまうっていうね、何があったのか分かんないですよ。で、誰でも一度はね、ほとんどの方がもう死んでしまいたいって思うと思うんですよ。でも死んでしまいたいと思いながらも、何かに励まされたりとかね、何かに気づいて立ち直っていく、そしてもっと生きる勇気をもらうみたいなことがあると思うんですよ。例えばなんか大好きなミュージシャンのコンサートを見て励まされたとかね、なんか元気出ちゃったとか、友達となんかマックでね、外食してたらなんか吹っ飛んじゃったみたいなとかがあったりとか、カラオケで一生懸命歌っていったらなんかね、勇気出てきたよとか、家族のちょっとした一言でああよかった、生まれてきてよかったと思ったりとかあると思うんですよね。で、私が今回ね、この事件、この事件じゃなくて他にもいろんなね、悲しい事件があるんですよ。特に今年は自らね、命を絶つケースがすごく多くて、私の動画の視聴者さんも、お亡くなりになったんじゃないかなって言われる方が出てきたりとか、あとはやっぱり私はね、経営者を長い間やってますんで、同じ経営者仲間で、悲しい別れもね、ぶっちゃけあったわけなんですよ。持たないだろうなと思いながらも、助けることもちょっとできなかったし、そもそもね、助けを求めてこなかったですよね。助けを求められるぐらいだったら、恥も外聞もなくっていう言い方がまた悪いのかもしれませんけども、ちょっと助けてくれよみたいなことをね、言ってきたりとか、腹を割ってね、話すけど、ちょっとこう、まとまった金がいるんだぐらいのことは言ってくれると思うんですよ。でもそれがなかなか言えなくって、飛び降りたり首をくくってしまったりとかね、ガスを吸ってしまったりとか、いろんな方法あるんですけども、お亡くなりになってしまうと。で、これがね、なんで起きるのかってことなんですけども、総じて明日に不安があるんですよね。明日に希望がないんですよ。だから今日本当に楽しかったし、明日もいい日になるんじゃないかなっていうふうに思えるような日々を送っていれば、基本的に死にたくなるようなことはないと思うんですよね。だって死ぬのも結構勇気いりますからね。怖いですし、それからなんかね、死に損なってしまうとその後の人生どうなるんだろうとか、自分が死んだら人は悲しむだろうなとかね、後悔もあったり、あんなことしたかった、こんなことしたかった、こういう風な大人になろうと思った時もあったのになとかね、いろいろ思うと思うんですよ。で、今国民生活支援がものすごくね、行き届いてなくって、生活保護の話題結構出しますけども、切り詰めて生きてるみたいなね、こんなギリギリの暮らしが本当にこう一生続くと思ったら嫌になっちゃいますよね。で、ちょっと情報を取ればね、稼ぐのは簡単ですみたいな人がいたりね、国民がどんなに苦しんでる時でも料亭でわっはわっは飯を食ってる人もいるとかね。で、必ずしも人と比べてどうこうってことはないんですけども、やっぱり比べちゃうんですよ、こういう時って、で、自分が誰にも求められていない、そして自分のことなんて気にされてない、もっと言ったら自分が消えた方がもしかしたらいいのかもしれないっていうふうに思い込んじゃったりとか、なんか塞ぎ込んじゃうんですよね。で、私はたまたまなんかそういうふうにね、死んでみたいとか思うことはなかったんですけども、私はもう自分の苦痛にはすごく鈍感なんでね、あとはもしかしたらその分だけは周りの人に迷惑をかけてるのかもしれませんけども、だからはっきり言って、この自分から命を絶ってしまう方の気持ちは分からないといえば分からないんですよ。私はね、死ぬってことは向こうからやってきてくれるんで、勝手にどんなに頑張って生きてようと思っても100年も生きられないんで、人ってのは。だからわざわざ焦ってこっちから100年を短くする必要もないかなっていうのと、死ぬエネルギーっていうのがもったいないんで、めんどくさいというかね、だからそういうふうに考えることはないんですけども、でもやっぱりね、真面目な人とか、考え込んじゃう人、本当思慮深い人、配慮深い人の方から先にこういうふうになってしまうのかなと思ったりね、中学2年でこれから楽しいこといっぱいあるのにね、どうしちゃったのかなと思ったりしたわけなんですよ、今回の事件。そして中学2年生じゃなくても、30代になっても40代になっても悩みは尽きないですし、死んでしまったらどんなに楽だろうかって思う気持ちもあるんですよ。死んだらそこで終わりで、死後の世界なんてないですし、生まれ変わりもないですからね。
まあ、死んだことがない私が言うのも変ですけども、でも死んだこともない人が次の人生に期待するのもこれも同じようにナンセンスだと思うんですよ。まあ、きっとね本当、勝手に死んじゃいけないんだろうなと思いますね。これも金八先生の言葉ですけどもね、人間は死んじゃいかん、勝手に死んじゃいかんよっていうふうに言いますけども、だからといって命を大切にするがあまり死に損なうってこともあったりね、この生命感というのは皆さんねそれぞれなんで何ともいないところがありますけども、ただやっぱりねこのお亡くなりになった中学2年生の女の子のお父さんお母さんというのは多分私と同じぐらいの年なんじゃないかな、40代の前半とかじゃないですかね、半ばとか、悲しみに暮れて二度とこの家族の中にね喜びが戻ってこないって考えちゃうんですよ。やっぱどうしても分かんないですけどね、何があったのか。まあ、家族がね癒しの場になっていないっていう例は結構あるんじゃないかなと思うんですよ。これは今回の事件とは離れますけども、お父さんにしてもお母さんにしても子供さんたちにしてもね、ちょっとね振り返ってもらいたいんですけども、どんな時でも自分を温かく迎えてくれる場所が家族であるっていう人どんだけいるんですかね。私は堂々とそうだって言えるんですけども、自分にとって家族は自分のと安らぎの場でありね、もうパラダイスなわけですよ。そしてうちの家族にとっては私がパラダイスだと思うんですよね。だから自分の家族のためにいろんなことね、家事にしても育児にしても食事にしても働くことにしても全部喜びなんですよ。あ、こんなことさせてもらえるんだみたいなね、喜びと興味なんですよね。でもひょっとしたら家族のためにこれをやらされてるとかね、お父さんお母さんのためにこれをやらされてるとかね、だから無言の圧力があるとかいろんな感情があるんで何とも言えないですけども、まあ、いろいろと起きるんですよねきっとね。なんかその苦労知らずの私にはね本当に想像もつかないことばかりで、こんなこと言っていいのかなと思いますけども、ただシンプルに若いのに悲しいなと思います。若くなくても人が死ぬのは悲しいですからね。なんかねこうわかんないですけども、私の動画を見てね勇気が出たとか、頑張って生きていこうと思ったとか目標が見えたとかね言う人もいるんですよね。っていうことはこれからも私 YouTube 活動を通じて、お前久保の動画見たら死にたくなったよって人はまずいないと思うんで、まずいないと思うんですよ。だから私の動画を見て何かのねきっかけになっていただくとか、なんかやることが見つかったとかね、例えば最近でしたらその官邸にメールを送って文句言ってやるんだみたいなのも生きるエネルギーになると思うんですよ。わかんないですけどね。でも何も見えなかった、何もできなかったっていうところから一歩でも二歩でもね動くことができれば、そして私のね動画にコメントをつけることによって、最近は間に合ってないんですけども、コメントが返ってきたとかね、そのコメントをもとに動画を作ってくれたっていうのはでもちょっとワクワクしませんか。私はそういう人のために何かね私の動画が役に立つんだったら、あ、本当に自分自身生きててよかったなと思えるんですよ。まあ、ですのでたまにはねアンチコメント来ちゃったりするんですけども、アンチコメントが来たら来たでそれをね取り上げて動画作りますんでねですのでやっぱりなんかこう、なんとかしてね喜びとか楽しみとか見てる人にもなんかこのやり取り面白いねみたいなねどうやって切り返すのかなみたいなね、そんなところで楽しんでいただければと思いますんで、まあ、いくらね私は攻撃を受けても明るく切り返していくんで、この前もね YouTube アンチコメントあるあるっていうの動画作りましたけども、笑えたっていう意見が結構多かったんで、私もねやってよかったと思いますよ。あれはね面白いでしょ、あれね。アンチコメントに対して私がどういうふうに感じてるかってことっていうのはなんか興味があるじゃないですか、あると思うんですよコメントも結構ついてましたね。それからああいうのを見て、なるほどこうやって返せばいいんだみたいなね、むしろアンチコメント来ないかな、そしたらこれで返すのになみたいなことも思いついたと思うんですよ。まあ、そういうのも込みで、今回はね悲しい事件を皮切りにこの動画を始めさせてもらったんですけども、皆さんもね周りの人一人でいいんで励ましてみてほしいなと思うんですよ。悪態をつくんじゃなくて、その人の失敗をあげづらうんじゃなくて、失敗の部分じゃなくて失敗しなかったところとかね、チャレンジしようとしたところ、少なくとも何か失敗したってことは何かをやろうとしたんですよ。そこをねやっぱこう尊重してあげるっていうか、温かく褒めてあげるみたいなね、そういうふうに一日一人が誰か一人を褒めたたえたり励ましたりすることによって、それだけでもこの世の中ってすごく明るいところになると思うんですよ。でそのうちに自分がやったことを、あ、失敗しちゃったなと思っても、本人がねそんなこと気にせずにやろうとしたことを褒めてくれたって人がいたら、すごく次もやってみようかなと思うじゃないですか。もうこうなったらね、私たち国は当てにならないです、ね、だから私たち国民同士で無理やり励まし合っていくことぐらいしようかなと思うんですけどね。まあ、そういうふうにまとめさせてください。今日はねちょっと寂しい事件が、まあ、一つ終わったのかな。これからまた捜査とかあると思いますけども、若い女の子がね
命を失ったことを無駄にしないためにも、私はこの動画を一本作ってみました。そしてこれからもね、この方が、このお亡くなりになった中学生の方が、本当だったらね、生きていきたかった未来を少しでもね、希望のあふれたものとかにしたいなと思いますし、私の動画を見て生きていようと思ったって人が現れていただけるようなね、そんな発信にもっともっとしていくために勉強させてもらいます。じゃあ、くれぐれもね、本当にご冥福をお祈りしますと言いますかね、お悔やみを申し上げて今回の動画を終わらせていただきます。